はい、今日はですねこのモルクをね買ってみました。はい、今日はですねこのねモルクっていうねこのフィンランド発祥のスポーツですけれどもね、最近あの富士市でもちょっとこう流行ってきてますけどね、ちょっとこれも売ってたので買ってみました。ちょっとこれもね開封していきます。はい、でこのモルクってねこのスティックっていう風に書いてありますけどね、ちょっと後ろに簡単な遊び方が書いてあります。まあ、並べた得点ピンをスティックを投げて倒して得点を競いますということでね、ちょっとこうスティックっていうこう 棒があるんですけどね、でこういうピンありますけど、これを倒してで点数をね競い合っていくようなね形ですかね。なんかこうちょっと、まあ、ボーリングの球じゃなくてこうスティックバージョンみたいなイメージだと思うんですけどね。はい、全くこれもシンプル で一応これもね屋外で遊べるっていうことで、キャンプとかアウトドアのね行った時にちょっとね遊んでもいいんじゃないかなって思うんですけど、でこれもみんなで遊べるっていうことで、2人からね遊べるっていうことで、まあこれ室内でもね遊べると思いますけど、ちょっとあの木を投げることになりますので、ちょっとこう床の場合だとねちょっと怒られてしまうので、ね、あスティックも結構そこそこの太さで大きさですね。これだとちょっとやっぱ室内でやるとちょっと傷になって怒られそうですね。で、あとはまあシンプルにこうもう初めからこういうねあの入れ物に入っててありがたいですね、片付けから。はい、でこんな形で番号1番から12番までね入った番号の振ってあるねこの得点ピンがあるので、これをまあうまく並べていって、なので基本あれですね、ちょっとビリヤードじゃないですけど、やっぱ点数の高いものこの倒れた得点ピンの数字または本数で競いますっていうね風に書いてあって、50点を先取した方が勝利とかっていろいろありますけどね。はい、なのでやっぱこう並べるときはねこうやっぱ点数の高いものが真ん中になっていくような感じですかね。なので手前から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 っていうことでね、あのまあビリヤードの9ボールですかね、そんな感じでこう数の大きいものほど中に行くようなね形になっています。はい、なのでこんな形でねこういうスティックをね投げて倒すんですけど、こっちのスティックの方がね長い、太さは一緒なんですけどね、こっちの方が長いので、まあ、これを倒してねあの競うようなスポーツですけど、はい、ちょっとまあこれもまあそれなりのね大きさですのでね、ちょっとこう人にぶつけないようにしてもらって楽しんでもらえばいいなと思います、ね、ちょっとこれまあ室内だとちょっとは無理ですけどね、はい、これもちょっとちょうどここにも入るようなサイズになってますね。なんかこれワンパックにするのになんかこううまく何ですかね、こう考えられてそうな感じですけどね。これ外でも屋外でもね楽しめますしね、
あのちょっとしたあのお家の庭でも楽しめそうですのでね、よかったらこのモルク、ね、楽しんでください。